どうも、こんにちは。こんにちは。本日はですね、横浜武道館の方で F リーグの、はい、F リーグ、フットサルフットサルのプロリーグのお仕事で来ています。そうね、そんな仕事があるもんだね。すごい、YSCC というチームがあるんですけどね、はい、サッカーのチームもあると思うので、多分 J3 にもあると思うんですけど、ちょっとそのお仕事に来ています。はい、素晴らしい、嬉しいお仕事。しかもなんか実況席でちょっと見れるみたい。うん、試合観戦がもう初ですか。スポーツ観戦が、スポーツが初めて俺見ます、生で。 F リーグの無観客。はい、無観客。少し目づいて、目づいてですね。 F リーグの無観客が初観戦、目づい、実況席初ちゃう、そんな人。ちょっと頑張ります。頑張ります。ケータリング、ケータリングは暑いな。ちょっとね、あの事務所近いので食べるとこ映しませんが、いただいていきます。スパイス全部かけてもらう。スパイス食った。ちょっとコンビニ行こうか。お疲れ様でした。1時間ぐらい空きます、ね、はい。 YouTube 映って大丈夫ですか。大丈夫ですけど、そんな方がいいです。同い年です、僕と。同い年です、はい。僕にサッカーの仕事を振ってくれる、おなごさん。神様。よろしくお願いします。お願いします。今日はありがとうございます。ありがとうございます。はい、コンビニ行きますか。行きましょう、じゃあ。ご一緒しましょう。行ってくれる。ちっちゃ、同い年、嬉しいな。まだ食うてるやん。ケータリングって、唐揚げくんや。え、唐揚げの弁当あったのに。唐揚げくんやん、お前。おい、唐揚げくん、美味しそう。唐揚げの弁当食べた後に唐揚げくん行く。唐揚げ足らんかったんか。一緒にの、イートインスペース。パー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 、フットサー、フットサー、フットサー。ということで、はい、フットサル大好き芸人9番が入れたのです。はい、僕たちがフットサルのイメージキャラクターになるぞ。いや、いいですね、ほんまに良かったな。はい、ちゃ危ないな、この強国のところに、実況席のね、うん、強国のところにボール飛んできてキャッチして、俺がキャッチしてボール捌く人にゴロゴロって転がした後、うん、気持ち悪いハイタッチした女二人で、あれはアベマで映ってたのも多分もう一生呼ばれへんで。テンション上がっちゃうよね、やっぱりね。いや、あれ上がってまうよ。すごい楽しかったですね、本当に。しかもさ、なんか試合終わってからさ、名古屋の選手も横浜の選手もお疲れ様でしたとか言ってくれて。そうやね。やっぱりさ、うん、自分より偉い人が自分に頭下げることなんかないから。え、その俺と喜び方ちゃうわ。頭下げてくれたっていう喜び。そうよ、なんか自分より偉い人にされるってええな。いや、そのなんかざまあ見ろみたいな喜びや、お前の。ポジティブ兄さんも優しかったな。ああ、ポジ兄ね。ポジ兄のね、実況もすごい良かったよ。そういうとこ、そういうとこ、うん、って言って、あぶなかった、もう今回はそういさせてみたいなやつで。もうそういう意見で行かせてとか言って。俺、フェアの DJ の人もおって、うん、パパパパパン。おるやつ。クラブみたいになってましたよ。なんか洋楽バンバンかかって。もう仲直りだ、パパパパパン。いやー、だから横浜で初めて、はい、スポーツ関係のお仕事をコンビでさせてもらいましたけど。させてもらいまして、これからどんどんね。本部長に、頭を下げて。下げて。スポーツで行きたいね。はい。俺たちは。もうスポーツ一本で。スポーツ一本。2021年やっぱオリンピックありますからね。はい、スポーツ一本。はい。究極は、オリンピックの仕事やね。そう、だからもう M1 もね、出えへん、今年は。R1 もね、今2回戦上がりましたけどね。はい、これ危険やね。危険やね。で、もう、スポーツ一本。危険か、うん、その、フットサルキャラで出るか。わかりました。わかってしまいましたが。うん。うお、これ横浜、城ちゃう？違いますよ。横浜ビルや。そんな無理やり。あ、すいません。いや、前、社員さん歩いて。結構、待たせなかった。偉い社員さんと一緒に帰ってきて。だから家帰ってね、うん、フットサルの勉強しましょう。そうしよう。覚えよう。はい。しゅんちゃん、まだまだ物足りない。お疲れ様でした。ブルーライト横浜。ということで、ここで電車別れしてしまいます。電車別れしてしまいますので、はい、ここでもうね、最後の締めをね、はい、撮りたいと思いますけれども、はい、明日は幕張？てか、すごいな。
ちょっと週スケジュールとか見たらさ、大阪2日間ぐらいやって、次神保町で。確かに。売れてるよね。で、横浜行ってとかしてさ、すごいな、なんか。だからなんかさ、前やったらね、うん、たまに行った千葉とかでさ、うん、なんかはしゃいで、かかって旅館とか行ってたけど、うん、やっぱこのペースでいろんなとこ行ったら、そういうのなくなるね。てか、そのペースでかかってたら、金なくなるからな。っていうのと、あとちゃんと次の日予定あるからね、いつも。最近。そうそうそう。なんかちょっと連なってるだけっていうのもあるかもしれない。いい意味で。確かにこれさ、19時以降もライブもしあったら、ちゃんと忙しかったかもな。うん、てかもう完全に声治ってるやろ。確か。しかもね、その、ちゃんと治ってる。でも、うん、やはり病院には行った方がいいかもしれない。行く。どこで俺がその、ほんまに治ったかどうかっていう判断してるか教えていい？何？ちょっとコンビニでさ、うん、俺 aupay でできるだけ支払うのよ。ああ。aupay でっていう声が、ちっちゃい声やったら出えへんかったよ、今まで。ああ。現金で払ってたってこと？その場合。いいえ。声が出なくても現金がないので。なんとか通してたんや。aupay 逃げするよ。だから aupay で測ってるっていう形よ。au さん、本当にありがとうございます。うん、いや、ほんまや、一番携帯で安くなったから知ってる？らしいですね。うん。俺も携帯結構変えてないから分かれへんけど。au にしちゃおうかな、じゃあ。あら。じゃあこれのタイトル、au に変えますにして。いや、その、変えな落ちへんようになるやん、動画として。いや、変えな落ちへんし、序盤の7分何ってなる。何がなんっていう。ちょっともしかしたらまたね、うん、あると思うんで。いや、確かにむちゃくちゃお願いしたからね。楽しかったな、ほんまに。いや、よかった。やっぱこういう仕事が一番いい。最近で一番楽しい仕事じゃなかった？最近で一番楽しい仕事やったかも。なあ。俺はもう初めてやったから、感染が。でもあの距離では多分、ねえ、ありえへんもんな。ありえへん。実況席でさ、うん、当たり前みたいにボール飛んでくる位置で。そうそうそう。で、取ってあげてハイタッチして。ハイタッチね。やべえから、あれは。ちょっとまた、次はもっとハイタッチの回数増やせるように。うん、呼ばれへんくなるって。キモい奴が実況席におるから、あいつら外せってなるよ。でもやっぱ他の芸人もさ、ちょこちょこ呼ばれてるはずやから。うん。やっぱ差別化図ろうと思ったらハイタッチちゃう。マジ？うん。ハイタッチで見せるしかないんか。やっぱ見てる時の、わーみたいなんとか、ある程度みんな、一緒なはずやから。まあ、あそこできるだけ邪魔ならんように見とかなあかんねんけど。要はあるやん、メジャーリーグでさ、カメラ抜かれて、うん、その時の反応面白かったら、うん、YouTube にまとめられたりするやんか。うん、乗るように頑張ろう。あそこ俺らの目指す場所。ここに。やっぱそういうところを目指していきたいです。実況席に変なやつ座ってたんだが、みたいなタイトル。ディープキスとかしとかな、乗らんで多分。あんな場所って。それで失う1点とかありそうやもんな。いや、1点どころじゃないやろ。なんかね。没収試合よ。ありがとうございました。はい、またお願いいたします。さよなら。